こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、なんで自分だけ売れないんだ、どうしたら売れる方法があるのか、その売り方とは、というテーマでお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。売れない方ですね。売れない方はですね、なぜ売れないかと言いますとですね、はい、これはですね、販売者目線で見てるんですよ。で、どのように見ないといけないんですね。まあ、購入者目線ですね。ここがですね、ポイントになるんですよね。はい。で、購入者目線で必ず見ないといけないんですね。それとですね、もう一つありましてですね、値段なんですよ。で、ですね、値段。どういう方から見るかですね。はい。これはですね、売れてる方なんですよね。はい。で、これがですね、非常に、ポイントになってきます。はい。で、どうしたらですね、これね、探すことできるって非常に、簡単なんですね。メルカリですね、メルカリの、検索窓あるじゃないですか。はい。ここにですね、入力ですね。で、どういう文字をですね、入力するかって話になってくるんですね。はい。ここはですね、なんと名前なんですね。商品の、まあ、名前ですね。まあ、名前はキーワードなんですね。まあ、これをですね、入力していただくようになります。はい。で、まあ、これを入力しましてですね、まあ、入力してるじゃないですか。それでですね、次にですね、売り切れ。これをですね、入力していただくようになりますね。メルカリの方に。そうすることによってどうなるかというとですね、どうなるか。はい。そうしますとですね、まあ、上からですね、メルカリの画面ですね、上からですね、まあ、売り切れの商品がですね、まあ、出てきますね。はい。で、売り切れ商品をですね、全部チェックしていくんですね。で、その中でですね、高く売れてる商品ですね。まあ、商品あるじゃないですか。このですね、文章ですね。はい。これをですね、参考にですね、まあ、100% ですね。まあ、これがポイントになるんですよ。ここですね。で、100% パクってしまうと、メルカリはですね、アカウント削除の対象になりますので、必要なですね、必要なキーワードですね。まあ、キーワードや文章ですね。まあ、これをですね、真似るんですよ。そうすることにですね、売れる商品ですね、売り方とかですね、商品の、文章の出し方ですね、こういったのを学んでいくんですよね。そうすることでですね、徐々にですね、売れる考えとかですね、売れていくんですよ。はい。ですので、売れない、自分が売れないって方はですね、こう、どこかずれてるんですよね。で、これを守っていただければですね、100% 売れます。私もですね、実際こういうふうにやってますので、ぜひね、売れない方はですね、購入者目線をまず考えていただいてね、まあ、売れてる、どういった人が買ってるとか、どういう商品を売れていくとかね、そういった、あと写真ですよね、写真。まあ、写真のですね、まあ、位置ですよね。まあ、こういったのをね、ぜひね、よく見て、真似していただければですね、まあ、100% までとアカウント取れちゃうんで、削除ですね。なので、ぜひね、まあ、こういったふうには絶対なるんで、アカウント削除の対象になっちゃいますので、ぜひ気をつけていただければいいかと思うんですけど、ぜひこういったのをね、守っていただいて、売っていただけ、やっていただければね、売れますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。